パームトップ PC110 は1995年10月に日本 IBM から発売された超小型パーソナルコンピュータ。CM キャラクターとしてウルトラマンを起用しウルトラマン PC の愛称が付けられた。ソニーが1990年頃に発売していたポンタップとは全く関係はない。本機は日本 IBM ヤマト研究所と 日本 IBM と理工の共同出資会社、ダイオシステムで共同開発されたもので、小さいながらも完全な PC、AT5 換気である。A6 ファイルサイズ、ジュラルミン製の外装、バッテリー込みの重量は 630g と、VGA 表示可能なカラー液晶を搭載した PC としては、当時世界最小、最軽量であった。いずれも当時の標準的なサブノートのほぼ半分。 一般的なノートパソコンの4分の1である。このサイズは開発者のズボンポケットに入る大きさとして企画された。CPU は SL エンハンスド i486SX-33MHz。メモリは 4MB または 8MB。ディスプレイは4.7インチ DSTN カラー液晶。画面は VGA。筐体はジュラルミン製で、これは 小ささゆえの軽さと強度を求めての採用だった。性能としては当時の標準以下であった。本体に HDD を持たず、OS は 4MB の内蔵フラッシュメモリドライブや PC カード、コンパクトフラッシュのいずれかから起動した。小型化には日本 IBM やス研究所の高密度実装技術が活かされている。横側のヨースウィングジャックキーボード、 マウスアダプター本体正面には小さな液晶画面があり、電池の充電状態を表示する。左右の円形の盛り上がった部分は電話の送受信部である。他にオーディオ用ヘッドセットの端子がある。本体背面には電話回線の接続端子、電話用ヘッドセット端子、USB タイプ A を小型にしたようなキーボードマウスのコネクター、赤外線通信ポートが並んでいる。 ウィングジャックは、蓋を開けると斜めにモジュラージャックを挿入できるようになっており、非常に小さく格納できる。本機のために開発されたものとのこと。左側には、p c カードの挿入口がある。タイペ2、またはタイプ部1で、これは標準的なものである。右側には、コンパクトフラッシュの挿入口がある。PC110 は、 史上初のコンパクトフラッシュ採用製品であった。バッテリー駆動にはリチウムイオン電池を採用し、本体右側から着脱する。その蓋にはスピーカーが装備されている。ビデオカメラ用の一般的なリチウムイオン電池と同型であり、非公式ではあるが、松下電機のビデオカメラ用製品が使用できた。内蔵電池も備えているので、サスペンド中のバッテリー交換が可能である。 本機にはデータ 2400BPS のモデムが装備されているが電話としても使用できる。本体前面にある丸い電話スピーカーとマイクを受話器として使用する。マイクにスイッチがあり右にスライドするとフックが上がる仕組みになっている。電話をかけるにはパーソナウェアの電話を選択し画面上の数字ボタンを押すか住所録から選ぶ。電話を受けるには 本機の背面側を持ち、前面の両端にあるスピーカーとマイクを耳と口に当てることになる。電話をかけ始めれば、本機の電源を切断してもよく、充電は電源切断状態でも可能である。他にもポケベルにメッセージを送る機能や、留守番電話の機能もついていた。ハードディスクに代わり4メガバイトのフラッシュメモリが内蔵され、PC DOS J7.0 V の動作に必要な最小限とパーソナーウェアという PIM ソフトウェアがインストールされている。これは簡単な PIM とメニューの役割を果たし、日程表やメモ、簡単なメモ的なデータベース、住所録、電子メールやファックス機能、あるいは他のアプリケーションを登録して起動する機能などがあった。ファックスは PC110 に内蔵のファックスモデムを使うもので、 専用のエディタで作った文章を送るようになっていた。手書きメモ機能もあり、キーボードの上側についているメモパッドにペンなどで線を引いたものが記録できるもので、250X130 の白黒のビットマップファイルとして保存できた。ポートリプリケーターポートリプリケーターに接続した様子本体にはシリアルポートやパラレルポートは装備されておらず、 これらを使用するには専用のポートリプリケーターが必要である。本体よりほんの少し大きく本体画面の拡張コネクタを介して接続する。ポートリプリケーターの背面にはシリアルポート、パラレルポート、ディスプレイポート、左側には PS2 ポート、右側には外付けフロッピードライブのコネクタがあった。本機専用のデジタルカメラ CE300 がキャノンより、 発売されていた。PC カードタイペのカードの外側に、スイバル式のレンズ部分が突き出るもので、カメラの方には、ファインダーも、液晶画面もなく、PC110 のディスプレイに画像が出るようになっていた。画素指数は27万画素。マクロ撮影も可能だった。1991年日本 IBM から、ノートパソコン PS55 ノートが発売されたが、 重さが2 5ラムもあり、持ち歩くのは困難であった。そこで、同年春から PS55 ノートを開発したチームが、小型化を検討し、ビデオのケースから取り出せば、意表をついて面白いのではないかという発想で、サイズが決定した。黒い筐体の外装プロトタイプはすぐに出来上がり、2001年宇宙の旅に登場した黒い岩のような、モノリスに似ていたことから、 開発コードネームは、モノリスと名付けられた。モノリスの内部のプロトタイプは1991年8月には、出来上がった。重さ 500g、i386SL-20MHz、2MB ラム、640、480 VGA16 会長の、モノクロ液晶、単三電池4本で駆動した。しかし、ディスプレイが5インチ弱で、 今のようにバックライトもないため漢字表示は見難く、製品化は見送られることになった。そのモノリスをベースに開発されたのがシンクパッド220であった。最初のプロトタイプは1991年末までには完成した。1993年5月、220はビジネス仕様93東京でモノリスと共に展示された。220は同年夏に 当時日本が IBM が販売していたマルチステーション5550にちなみ5550台限定で販売され完売しサブノート PC というジャンルを開拓した。以後、このジャンルはシンクパッド 230CS から現在のシンクパッド X シリーズにまで受け継がれている。一方、ビジネス仕様を見た者がパソコン通信でモノリスを出せ、あるいは勝手に名前をつけて シンクパッド110を出せ、などという書き込みがあり、PC110 はこれらの声に応えたものであった。あちこちの凝りに凝った作りも、マニアの声に応えるというより、自分たちのやりたいことをできるだけ詰め込んだというように、見て取れる。試作機モノリスへの思いも込めて、PC110 の基板上には、モノリス1992と刻印されているのも、それを示したものと言える。 電話機能も必ずしも実用的なものではないができるだけいろいろな機能を入れたいあるいは可能性を世に問いたいという思いのためであろう企画段階ではさらに多くのものがあったというコンピュータにインターネット電話カメラを合わせる発想はその後の携帯電話やスマートフォンの進歩を先取りしたものであると言えるというわけで PC110 の発売は 一定層には大いに待ち望まれたものであった。反響は大きく、パソコン雑誌が特集を組んだほどであった。使い方や様々な実験例がユーザー間でやりとりされた。ちょうどその直後に Windows95 が発売され、インターネットが爆発的に普及を始めた時であり、Web 上でも様々な情報発信が行われた。その Windows95 も多くのユーザーが、 PC112 インストールし使用していた。o s にワープをインストールした話もあったが、これは動いているのが、やっと確認できるレベルだった。Linux のインストールについて解説したウェブサイトも、いくつもあった。Butron の当時の現行バージョンであった1バイト、V3 もインストール可能で、それを進める書籍もあった。いずれも、製品の説明と解説から使い方や、 使用例の紹介などであるが特徴的なのがその多くでこの PC110 が出るまでの歴史経過にかなりの功を抑えていることである。また機体の分解にまで話が進んでしまうのもいくつかあった。これはメモリの増設のためには底面を外さなければならないという事情もあるがこの小さい機体にどのようにして様々な部品を収めるかにいかがに工夫されているかについて 雑誌等が何度も取り上げたためもあるだろう。また、口実のように時に分解して手を入れなければならないことがあったのも事実である。特に徹底活用ブックは解体の過程を写真入りで説明し、CD ロムに動画までつけるサービスぶりだった。ちなみにこの本では単なる製品の増設メモリの取り付け方だけでなく、勝手に別のメモリを持ってきて繋ぐ方法や、 クロックアップまで解説されていた。キャラクターとして、つぶらやプロダクションのウルトラマンが使用されただけでなく、当時圧倒的に世界最小最軽量であった PC-110 の先進性や金属製ボディのデザイン性等からか、いくつかのエンターテインメント作品に登場している。PC-110 はいくつかの弱点があった。一つは本体の拡張性に乏しいことである。 新設のコンパクトフラッシュは当時はファイルシステムとしてしか使えず、それも最大は15メガバイトで現在よりはるかに高価だった。2期あった PC カードスロットが主力になるのだが PC110 の開発時に想定されていたタイプ2ハードディスクカードの製品化が遅れ、例えば Windows95 をインストールしようとすればタイプ3ハードディスクカードを使うしかなく、 それを装着するとそれだけで2気筒も塞がれてしまう。PC カードは Windows95 になって格段に使いやすくなっていたからハードディスクと併用したいユーザーが多かったのでこの点は問題だった。ただし後年に出てきたマイクロドライブのためにこの点は回避されるようになった。それ以上の問題は携帯機器としては壊れやすかった点である。 基本的に本体そのものは丈夫なのだが、最大の弱点は蓋を支える、ヒンジ部分が弱いことで、落とした衝撃などで歪んでしまい、ぐらつきが生じやすく、そのままだと、次第に歪んで、周辺の配線が切れてしまうことがあった。そのため、この部分の多いを外して、歪みを戻す必要があった。また、細部のネジが緩むことから不調をきたすことが時にあった。ありがとうございます。